はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、トイカンです。全世界40億人のレムを読みにしたいバルスな皆さん、準備はいいですか？そこのあなた、そんなジャージを着ていてはダメですよ。きちんと和装してください。そう、紋付き羽織袴で待機してください。なぜなら、そう、今回ご紹介するフィギュアがこちらだからです。フェネックスから2ヶ月遅れて発売されました。リゼロレムの白無垢でございます。はい、来ました、2ヶ月遅れの花嫁我らがレム団でございます。いやー、でかいですあのね、これ先月末に届いたんですが、同じ日にねフェネックスのアルベドも届くというね。しかもこれね、両方ともでかいからね、あの宅配屋さんも大変でしたよで、こちら制作したのはフェネックスというメーカーなんですが、皆さんご存知でしょうか？そう、あの1分の1スケールのレムの共同フィギュアも制作販売されたメーカーなんですよ。まあ僕はね、あれはちょっと高すぎるんで諦めたんですが、代わりにね、まあ代わりってわけでもないんだけど、この白無垢レム、これがねもう気になって仕方なかったんでね、思い切って買ってみました。ちなみにフェネックスというメーカーはフリューという会社の新しいブランド、あのフィギュアでいうとゲーセンなんかの景品、プライズと言われるフィギュアを作ってるメーカーなんですね。そこがあの今回ね、スケールフィギュアという高品質なフィギュアも制作するようになったんですね。で、僕もね今回初フェネックスですなのでね、今回はフィギュアを通してフェネックスの実力を試してみたいと思っております。こちら販売価格は税抜きで 15,800 円となかなかのお値段。ただね、今回はその値段も納得の7分の1スケールなんですよ。僕もね、これイベントでデコマスを見たんですが、かなりのボリュームでした。まあ他のレムフィギュアを我慢してでもね、これは買いたいと思ったフィギュアですね。外箱もご覧の通りでかなりでかいです。僕が持ってるフィギュアの中でもトップクラスのでかさですね。ではね、さっさと開けていきましょう。ブリスターはこんな感じですね。で、さらに開けていきましょう。台座だね。あー、なんか結婚式っぽい日本のあの結婚式に使われそうな、そんな感じの柄になってるって感じだよね。うん、結構ね、結構この金色がね、きちんと金色ゴールドになってる。うん、ここら辺はさすがにね、高いフィギュアだけあるって感じがするね。うん、で、本体を丁寧にね包んであるね。あー、なんかすごいね、服の内側からしてなんかすごいことになって、おー、重っ、重いよ、レムタン。いや、これはね、すごい綺麗。ちょっと待って、これね、すげー綺麗だわ。あの、何が綺麗かってね、白無垢のね、着物がね、すごい綺麗。やばい綺麗さ。うわ、なんだろう、これ。あの、思ってた以上にね、これね、白一色なんだけど、あのね、きちんと造形されてるのよ、この柄が。あの、プリントじゃなくて、もうね、造形されてるの。これがね、すごいね。うん。わかるかな、これ。しかもね、ちょっとなんか光が当たってるんだけど、輝いてるね、これ、着物が。これ、すごいわ。顔はどうだろう。まあ、顔はね、普通のレムタンかな。悪くはない。全然悪くはない。あの、これ、スケールフィギュアだったらね、全然いいですよ。あー、なるほどね。やっぱりね、前髪なんかはクリアパーツ使ってるね。うん。若干透けてる感じ。あー、でね、髪飾りとかがね、すごい綺麗。これはすごいね。おー、あのね、これね、何がすごいかってね、これね、やっぱ着物がすごいよ。着物のね、リアル感がね、半端ねえわ、これ。これすごいな。もうとにかくね、光ってるんだよね、この白い着物が。あー、で、グラデーションとかもしっかりかかってるしね。うん、でね、これ持ってるとすげえ重い。
本体以外の付属品は台座と傘、そして傘の棒の部分、さらに綿帽子と説明書が付いています。まず台座がね、綺麗、なんだろう、これは赤いんだけど、赤い中に金のなんかあのデザインがあるんだけど、まるでね、金粉をまぶしてるような、あの赤い絨毯に金の花びらをまぶしてるような、そんな感じにも見えるね。まあ赤いっていうか、これ朱色なんだろうね。あとね、背景を白にするとまるでね、日の丸のようにも見えるんだよね。で、傘、和傘、これも綺麗、めっちゃ綺麗。赤い傘に木のね、骨組みになってるんだけど、外側の方はね、中央に向かって濃くなるグラデーション、これがね、めっちゃ綺麗。あの傘にね、丸みと勾配があるおかげでグラデーションがさらに引き立って見えるので、内側も綺麗なんだけど、これは台座と同じようなデザインだね。まあどっちかっていうと台座をこの傘に合わせた感じなんだろうね。朱色ベースに金色のデザインで、木の骨組みの造形がリアルというか、かっこいい、ちょっとね、建築的なデザインというか、これはもうあの傘だけでもすごいよね。で、説明書にはその傘の持たせ方なんかが書かれてます。綿帽子をつける際の色移り注意も書いてあるね。で、傘はね、こんな感じで取り付けます。あの、両手に刺すだけ。結構ね、簡単に取り付けられます。うん、いい感じだね。はい、そして全世界のスバルくんを魅了する白むくなれムタンがこちら。うわー、これはすごいよ。これはすごい。これは想像以上だね。うん、想像以上に花嫁してます。いや、でもこれは本当にね、びっくり、もう本当花嫁だね。ちょっと本当にね、今回びっくりしてます。あのね、とにかくこの白むくがね、すごい綺麗。造形もこうたなびいてるというか、ふわっとした広がった造形なんで、よりね、こう白が強調されるというか、迫力というかね、すごいのよ本当に。で、この白むくも表面がね、凹凸になってるの。きちんとね、生地の表面のデザインもね、塗装じゃなくて彫ってあるの、全部、白いところ全部。それがね、光に当たると反射して、ちょっと光沢があるんだけど、それが軽く反射してね、ちょっと輝いて綺麗なの、程よい輝き加減なの。これはね、本当にね、神がかってる。いや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 、鬼がかってるって。いや、でも冗談抜きにね、これすごいよ。あと着物の内側の朱色もね、これまたいいアクセントになってるんだわ。まあ元々のね、白むくのデザインがいいんだろうけど、こうなびいてより内側の赤が見えることによってね、フィギュアとしてのデザインというか見栄えが良くなってるんだろうね。あのレムタンの顔もめちゃくちゃいいんだけど、それがね、脇役になるくらい、可愛いレムタンの顔が脇役になるくらい、それぐらいね、白むくの存在感が半端ない、すごいです。で、白むくに圧倒されたけど、レムの顔もめっちゃいいのよ。おなじみのね、レムの青い髪の毛も綺麗に塗装されてるし、これはね、クリアパーツだね。あの前髪のところが透き通ってるの、すごくね、軽くてふわっとした感じで、髪飾りもめっちゃ綺麗、細かいんだけどきちんと塗り分けられていて、さらにグラデーションまでかかってるからね。後ろ髪もね、毛先に向かって濃くなるグラデーションで、ここも綺麗。もう髪の毛はね、完璧な仕上がりだね。顔もね、あのレムの顔は前髪でね、隠れるから見えづらいんだけど、瞳が綺麗、あのアイプリが綺麗、小さい瞳なんだけどね、光沢のあるアイプリが輝いてます。で、肌も白いんだけど、うっすらとね、絶妙にチークが乗ってて、あのすごい柔らかい感じになってるの。うん、めっちゃ可愛いです。で、パッと見ね、このフィギュアは白むくの横の部分に目が行くんだけど、正面の首元あたりから帯あたりまでの造形もね、なかなかいいね。あのきちんとね、重ねてる、あの生地を重ねてる感がしっかりと造形されてるし、帯紐のところもきちんとね、塗装されてるし、あとね、うっすらと胸のところも膨らんでるの。よくさ、フィギュアにありがちな不自然な盛り上がり方ではなくて、本当にね、自然にナチュラルに仕上がってる。背中の方も同じで、きちんとね、帯のところがこうふわっと膨らんでるの、盛り上がってるの。着物のね、柔らかさがしっかり出てる。で、白むくっていうのは袖が長いんだね、振袖なんだね。その振袖と長い裾が舞い上がった造形がね、素晴らしいね。みんな白なんだけど、波打った造形のバランスが見事。
で足元、この足元でね、レムの嬉しさの度合いがすごくよくわかるんだよね。めっちゃ喜んでるよね、レムタン。でもこれすごいね、レムの喜び加減をこの足の造形で表してるんだよね。ほんとこれね、アイデアも最高だよね。草履にも軽くシャドウがかかってて綺麗。着物の内側の赤いところにも濃い色でシャドウが吹かれてるんでね、重みがあっていい感じです。で、白無垢にもね、これさりげなくシャドウが吹かれてます。よく見ないとわからないんだけど、きちんとね、細かいところまで仕上げてるのがわかるよね。で、最後にこれ綿帽子。なんか綿帽子っていう言葉の響きがいいよね。で、取り付ける際には色移りに注意です。特に内側が赤いんでね、綿帽子の。レムの明るい青い髪の毛に映ると目立つんでね、最新の注意が必要ですね。はい、そして綿帽子をつけた最強のレムタンがこちら。めっちゃ可愛いっす。やばいっす。これはなんだ、まるで女神じゃないか。うん、鬼じゃなくて女神だよ。そういえば鬼で思い出したけど、文金高島谷はしなかったんだね。まあさすがにそこまでするともう誰が誰だか分かんなくなっちゃうか。しかし綿帽子をかぶると本当に真っ白というか純白、こうレムの純白さが全体にみなぎってるって感じがするよね。これはね、悩むね、あの飾る時にどっちにしようかってね。はい、ということでフェネックスの白無垢レムのレビューは以上となります。いやー、これは驚き。正直ね、今回のレビューはフェネックスのクオリティがどんなものなのか、それを品定めするような感じだと思ってたんだけど、いや素晴らしいです、フェネックスさん。これはね、想像以上に素晴らしいフィギュアでしたね。造形塗装もいいんだけど、この白無垢にしたアイデアだよね。しかもこれ7分の1スケールだから、これ他のメーカーだったらね、多分ねこれ8分の1にすると思うんだよね。そこをあえて7分の1にした判断が素晴らしいね。価格はちょっと高かったけど、この仕上がりなら納得。これはね、おすすめですよ。超おすすめ。で、こちらは限定販売なんで、すでに Amazon なんかでは2万を超えるプレネとなってるんですが、なんと前回のワンフェスではこの白無垢レムの鬼嫁バージョンなるものが展示されてました。あの例の角の生えた鬼がかった顔と、あとね、傘を、和傘をモーニングスターに持ち替えてね、もう白無垢って雰囲気じゃないんだけど、まあ M 属性のある方ならね、この鬼レムもいいんじゃないかと。今回のレムタンが買えなかった方、欲しい人はね、この鬼レムを買ってみるのもいいかもですね。まだね、ちょっと販売されるかどうかはわからないんですけどね。で、次。そう、次回はね、同じ日に届いたあのフィギュア。今度は鬼ではなくて悪魔です。まあ、今回のフェネックスのクオリティでね、ガゼン、アルベドの出来にも期待が持ててきたからね、非常に楽しみです。まあ、この動画をアップしてる頃にはね、アルターのナーベもね、届いてると思うんでね、これからはオーバーロード祭りになりそうです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったら高評価をポチッとお願いします。それとまだチャンネル登録されてない方はね、この機会にぜひポチッと登録もお願いします。ではでは、また次のフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。